オルワフィカヨミオルワダミロラフィカヨトモリはカナダカルガリー出身でイングランド国籍のプロサッカー選手 AC ミラン所属ポジションはディフェンダーサッカーイングランド代表2005年8歳でチェルシーのアカデミーに入団2016年5月のアウェーリバプール FC 戦でタミーアブラハムと共に初めてトップチームのベンチに座った リーグ最終節のレスターシティ FC 戦で60分に、ブラニスラブ・イバノビッチと交代し、トップチームデビュー。2017年1月、フットボールリーグチャンピオンシップのブライトンホーブ、アルビオン FC に、シーズン終了までの契約で、レンタル移籍。2019から20シーズンは、当時自分が所属していたダービーカウンティ FC の、 監督のフランク・ランパードが自身の保有元のチェルシーの監督に就任したこともあり、チェルシーにメイソン・マウントと共に復帰した。当初は、クルズマとアンドレアス・クリステンセンの控えだったが、ズマが不安定なパフォーマンスを見せたこともあり、8月31日のシェフィールド優先で初出場、9月14日、第5節のウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC 戦で復帰後リーグ戦初ゴールを決めた。 2020年9月10日、2020から21シーズンより、背番号を29番から14番に変更することになった。2021年1月22日、AC ミランにレンタル移籍した。2021年6月30日までのレンタル移籍となり、買取オプションが付随している。2021年6月17日、ミラン側が、 買取オプションを行使し、完全遺跡が決定した。トモリはその出自から、両親の祖国であるナイジェリア、自身が生まれたカナダ、そして幼少期から過ごすイングランドの各代表のいずれかを選ぶ権利を有していた。当初は出身地のカナダを選び、2016年3月に行われた U2 例代表の試合に出場した。2016年5月、 U19 イングランド代表に招集され、翌月 U2 例メキシコ代表との親善試合に出場した。UEFAU-19 欧州選手権2016、2017、FIFAU-20 ワールドカップにもイングランド代表として参加した。2019年10月3日、UEFAU ロ2020予選を控えるイングランド A 代表に招集された。この時点では、 カナダ代表及びナイジェリア代表でプレーする権利も残っていたが最終的に召集に応じた。11月17日のコソボ代表戦でデビューを飾った。国際 A マッチ1試合で得点。ありがとうございます。